皆さんお疲れ。サントリー、サントリーハイボーズでーす。Z でーす。今日は Z さん宅でたくさん飲んでます。次何飲もうかって迷ってトリスじゃなくて、あとトリスじゃなくて、トリスはまだ後でね、まあ後でいいとして、はい、セッションミッションセッションインポッシブルいきましょうか。これちょっといいですか、カメラ。いいよ。僕こうやって飾ってるんですよ。セッション夜市宮城落ちた白州山崎響って飾ってるんですけど、セッションだけ飲んだことなくって、まあいい機会なんでここで開けていこうかなという次第でございます。はい、ということでセッション開けて飲んでいきたいと思います。実は僕も初めて。これさ、結構割と最近出たやつだよね。うん、まあ、最近新しい銘柄ではあるんだけども、なんか機会逃しちゃって全然飲まず。なんだろう、この宮城京とさ夜市に通ずるこのボトルデザイン、まあ日課ね、うん、同じく日課なんだけど、この日課さんがちゃんとプライドをかけて作ったウイスキーなのかなってちょっと思う。このボトルのこの形状、このボトルのこの帯の感じ、かなり寄せてきてるんで、宮城京夜市と並ぶくらい、まあ価格的には結構リーズナブルなんだけど、もしかしたら我々のことせに触れるような美味しいウイスキーなんじゃないかという期待を込めて。期待を上げるね、期待値。飲んでいきましょうか。乾杯、乾杯していきましょう。乾杯していきましょう。それでは準備していきまーす。どっち開けます、ミニかフルか。どっちでもいいけど、景気よくフルでいきましょう。おいや、さすが、さすが Z さん。じゃあ未開栓ボトルを、開栓マニア、開けていきましょう。じゃあじゃんけんでいきましょうか。最初はグー、あれおっイエーイちょっと、はい、譲っちゃう。最初はグー、じゃんけんぽ、はいくっしょ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 、茶番やないかい。それでは開栓。なんかさ、雑じゃないって。よっしゃい、なんか雑じゃない。あ、いたいた。さあ飲んでいきましょう。まあ、最初からハイボールでいきたいね。もうね、サクッとハイボールでいきましょう。うん、はい、いえいえいえ。よー、あ、薄いね、色は。だね。よいしょー、こぼしまくり。やっぱね、酔っ払ってる時に動画撮るとね、質は下がるよね、動画のね。でも面白さは上がらない。上がる、上がらないか。それではレッツ日課セッション、乾杯ボーズ。せいろがん系、俺炭酸水かなと思ったんだけど、薄かった。ちょっと薄いかな。ピート感じる、ピート感じる、すごいピート感じる。いや、なんか炭酸水かな。なんかそのスモークプラスビートのなんか入門編みたいな、後から来るスモーキープレジャー感がすごい。サントリーや、サントリーなんだけど、スモーキープレジャーは一応飲んだ時に弱いんだけど感じるスモーキーやったのよ。こいつは後からスモーキーが追っかけてくる感じかな。夜市ほどリッチなお酒を飲む日じゃないけれど、なんか爽やかにハイボールが飲みたいっていう時にはこのセッションで代用が効く感じ。このピート粉、ね、ピートのチタの、ちょっと違うね、チタピート。チタってさ、ハイボール、まあ、ありきじゃないんだろうけど、うん、ハイボールが一番美味しい、ハイボールのために生まれてきたウイスキーみたいなね、うん、ところはあるよね。それのピートが加わったバージョンみたいな、うん、もうサントリーありきで考えてやめようよって話なんだけど。そうだね、夜市のハイボール用みたいな。僕開けたんでロックでいただいていこう。じゃあ Z さんの日課セッションロックで乾杯。まあ、まあ、香りは際立たないよね。ロックだね。甘いピート、甘くてピート香る。これ美味しいよ。いや、ほんとほんとほんと、飲んでみ。甘いよ、結構甘いよこれ。しかも爽やかな甘さで飽きのこない感じ。でもセッション皆さん好きだよね、割とね。皆さん好んで飲まれてるから、じゃあロックで乾杯。おお、僕苦手。あ、そっか。グレンドロナックとかあの辺の甘さを抑えてピート当たったような味。
っぱり皆さんに人気なだけはある味はするんでしょうね。そうだね。はい、ということで今日は日課セッションも開けて飲んでいきました。 Z さん曰くハイボールよりもロック、僕的にはピート香が強いのでハイボールの方が飲みやすい感じがしました。はい、これからもねこうやっていろいろ飲んでいきたいと思いますので、ハイボールよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さんこの辺でさようなら。バイバイ。ハイボールかな僕は。いやロックでしょ。最初はグーじゃんけんポン、はいこでしょ、はいこでしょ、あーハイボール。